ロンドン日本協会は、イギリスロンドンに本部を置く、日英の交流促進に携わる、非営利組織。1891年に創設された、ヨーロッパと日本とを結びつける協会としては最も古い組織である。設立以来、The Japan Society of London という名称であったが、1988年に名称から、オブロンドンが外されたため、それ以後の正式名称は、 ザ・ジャパン・ソサイティである。各国にある類似名称の組織と区別するため、ザ・ジャパン・ソサイティ・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムとも呼ばれる。教会の公式サイト、日本語ページでは、ジャパン・ソサイティ、日本教会の語が用いられている。日本語で日英教会と訳されることもあるが、日本にある一般社団法人日英教会とは別組織である。設立者。 アーサー・ディオシーのギが1891年9月9日、ロンドンで開かれた国際東洋学者会議の日本文化会において、アーサー・ディオシーが日本研究促進のための協会設立を提案し、可決された。同年12月8日に第一回の設立準備委員会が開かれた。設立準備委員会には、アーネスト・サトウ、ウィリアム・アンダーソン、フランシス・ピゴット、ウィリアム・ガウランド、 アルフレッド・イースト、ジェームズ・ロード・ボーズ、アルバート・リチャード・ブラウン、大越・シュゲノリラが名を連ねていた。創立総会の開催は1892年4月であったという説もあるが、教会では1891年を設立年としている。教会の目的は、日本に関するあらゆる事柄の研究の奨励であった。初代理事長には、ウィリアム・アンダーソンが選出され、会長には、 河瀬正隆が就任した。以後、会長職は中英日本講師が務めている。教会の設立者、アーサー・ディオシーは、言語に堪能な人物であり、日本語も流暢に話すことができた。ディオシーは、新しい曲刀などの著書で日本を紹介するとともに、教会の会務に携わり、1901年から1904年まで、理事長を、理事長退任後は副会長を務めた。 20世紀に入ると、日本の皇族や名士が英国を訪問した際に、ロンドン日本教会での歓迎を受けることが通例となった。1921年、日本の皇太子広人新能法営に際しては、ホテルセシルにおいて、盛大な歓迎パーティーを催している。1991年9月から4ヶ月間に、渡り、教会設立100周年を記念して大がかりな、 ジャパンフェスティバルが行われた。海外で行われる日本文化紹介の行事としては最大規模のもので、イギリス各地において展示会、文楽や歌舞伎、能、狂言といった伝統芸術の公演、現代演劇やミュージカルの公演、オーケストラや演奏家の公演、映画上映、シンポジウム、日本庭園の増園など様々なイベントが行われた。中でも、 ロイヤル・アルバート・ホールで開催された大相撲のロンドン公演は大きな評判となった。2007年にはイギリスのチャリティ団体ジャパン21が協会に統合された。これにより、ロンドン日本協会が行っていたビジネス、学術研究、文化分野での活動に加え、ジャパン21が行っていた教育及び草の根交流活動を引き継ぐこととなった。教会によれば、 個人会員、法人会員を合わせて会員は1000人、組織以上。そのうちの45%が日本人である。ありがとうございます。